年もですね、これから突撃のインタビューをしていきたいと思いますけども、まあね、なかなかそのレギュラーツアーとか男子ツアー女子ツアーにいるときは、もうこんななんですけど、ここに来るとですね、本当にもう肩身が狭いというか緊張して、早速ですね、突撃レポート、どんなプロが見たいか、まあ多分いろいろあると思うんですけども、まあ、ちょっとね、やっぱり重鎮ですね、まあ、できればちょっと怖いですけどジェットさんあたり行ってみたいなと思いますけども、あとはまあ片山慎吾プロとかですね、日頃お世話になっているプロもいますし、そういうプロたちにですね、インタビューして、まあ、プロの秘伝みたいなところをですね、聞ければなと思っていますので、よろしくお願いします。それに今週というか、まあ、昨年とかで優勝した時も目の前にいさせていただいたんですけど、コースは得意だと思うんですけど、得意かは分からないけど、たまたま出ないよかったな。彼も言ったけど、はい、2日目終わって、はい、最終日に、はい、その塊の中でスタートできたらいいなと思いが、なるほど、なんかコース僕も見てて、結構ティーショットがいいかなっていうコースになってるんですけど、やっぱりドライバーが今週優勝させたから、ティーショットね、ドライバーじゃなくても、まあ、結構ところどころ、刻んだりとか。そうですね、それをうまく組み立てられれば、はいはい、大きなミスが出ないので、どうなんですか、やっぱこう狭いコースで、結構、もちろん3ミリ歩いてるんで、うん、こう狭いコースでこう曲げないコースみたいなのが一個だから、それを教えてほしいですよね、思いっきり、僕らが思いっきり、振り切った気持ちよく振れるクラブまで、はい、パンチを落とすっていうのが。ああ、なるほど。ドライバー怖いならスプーンダメなら5ワンとか、はい、本当は下から昔上げてましたけど、何番で打てるかなって番手とか、なるほど、いや、気持ち打てるのが番手の一番飛びクラブで、気持ち悪くない踏んだら俺しっかり打てるってクラブで嫌なボールが打てるみたいな。なるほど、これはちょっと相当いい、嫌なクラブたまたま飛ばすのに自信つけて、次その1個上のクラブを持てるようになったら、なるほど、っていうふうに僕は、ありがとうございます、非常に参考になりました。いい、はい、僕もすでに気持ち悪いんでそこの通します、はい、ありがとうございます。はい、昨年小松オープンで優勝した東京ティーショットは、まあコースが結構タイトでティーショットの打ちところが結構狭いコースなので、やはりこう気持ち悪いところは、まあ、自分が一番気持ちよく打てる大きいバンドですけど、非常に参考になったと思います。まあ、でも詰めてもらおうかな、駐車場にある左と右がこういうの人生が変わる場所だから、試合の前日にちょっとこう調子がいまいちな時は、どういう気持ちで試合に臨んでるんですか。そのまま行くしかないですね。まあまあ、そうですね、はい、ラウンド中にいろいろこうスイングをいじくったりすることとかってあるんですか。はいはい、あります。あ、やっぱあるんですか。しょっちゅうですね。あ、1日何回ぐらいいじくってるの。でもどうなんですか、こう逆に何にもいじくらないで気持ちよく回れてる時の方がやっぱ結果はいいですか。そんなこともないんですか。結果に関してはゴルフは、はい、しんどいですからね。まあまあ何もしなくて一つのイメージだけでできてる時は幸せですよね、はい、まあそうですよね、うん、結果はパターとかいろいろあるから、あ、まあまあ確かに、何ともショットは安心してられるかもしれないですよね、はいはい、
可能性は高いですね、やっぱりね。いいスコアで回れる。今週はどんな感じですか。今週今の感じだとちょっとやばいですね。全然やばそうに見えないですか。見えないですか。はい、でちょっとこうもうちょっと球が押せた方がいいとかっていう感覚の問題ですか。あ、逆に押すのを切りたいんですよね。押すことは困ってないから、はいはい、どちらかというと自分でまっすぐ振ったら押しちゃってるから、あ、思ったよりかこうスピン量が増えちゃうみたいな、速い減っちゃうみたいな感じですか。そう、増え減っちゃってるから、はいはい、減るし、ちょっと潜る感じですか。そうですね。あ、でやっぱりドライバーちょっと左に行きたりとか、はいはい、ということしちゃうんで、はい、なんでちょっと切ってフェードにしてちょっと方向性が欲しいんですよ。なるほど。出玉も少し安定させたいんで、はいはい、ちょっと右出たり左出たり、こんな感じなんで、まあ、でもずっとそれなんですよね。でもなんか僕はあの去年もインタビューさせていただいたときに、すみません、はい、30年前に、はい、27、8年前に僕キャディを2回やらせていただいたときも、やっぱり同じことをおっしゃってました、はい、結局なんかゴルフって何十年経っても一緒なんですよね。多分ゴールがないからずっとそこ探ったままやってるみたいなところってやっぱありますか。ありますね、はい、もう体調と一緒なんで、はい、なんか分からないというか、普段から気をつけてることがすごく良くて、その時はいい状態なんだけど、はい、でもその他ほとんどは結構あの体調があんまりこうカチッとこうなってなくて、そんな感じが多いですね。シニアでもう今年4シーズン目、3シーズン目、そうですね、4年生どうなんですか。やっぱりこうレギュラー時代のこう一番若いなんかもう、もう元気もめちゃくちゃある時、練習ぐらいやっても疲れない時と、はい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 、やっぱり僕も来年シニアなんですけど、はい、やっぱりこう年齢とともに練習量も徐々に当然減ってくるでしょうし、体もやっぱりこう衰えてくるじゃないですか、はい、でもなんか藤田プロ見てると、はい、そんなにスイングが全然変わってないというか、バッティングの深さとかも、はい、動いてます。全然上がるじゃないですか。上がってます。いや、上がってます。自分の中だとね、やっぱりこうちっちゃくなってるし。あ、そうですか。はい、っていうのは感じますね。もっとこう高い時もあったし、まあ確かに、はい、僕がキャリアやってた頃は、はい、超ハイトップだったイメージありますけど、 でもなんかシード賞金王とか取ってる時はなんか、と今はあんまり変わんないかなっていう感じがしますけど、はい、やっぱ自分なりにはね、いろいろやった感じとかあったり、はい、あとこのスイングもそうですけど、はい、体がやっぱりこう追いついていかないなっていうのと、はい、そこからあの気持ちがやっぱりちょっとずつ削られていくんで。なるほど、はい、いやちょっとあの僕2年後ここに出れるように頑張ってるんで、はい、もし出れたら一緒に練習アンドしてください。はい、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ楽しんで、このまま、はい、またすいません、ちょっとお願いします。すいません、練習中に。どちらかというとあれですか、出玉ちょっと左目のフェードを打ちたい感じですか。そうなんですよ。右出てフェードみたいな、はいはい、もうちょいもう完全に左から出て、はい、でもいいなと思うんですけど、はい、なかなか難しいですよ。ほぼストレートが出てますね。4分ぐらいかな。ちょっと思いっきり引っ張って、マジですか。思いっきり左がこうやってるつもりなんですけど。なるほど、はい、あれスタンスは、はい、藤田プロは僕クローズスタンスのイメージだったんですけど、はい、今スケアにしてるんですか。ああ、でもちょっとわざとちょっと引いてます。あ、そうなんですか。はい、こうなってこうちょっと出てる雰囲気あるから、あ、こうやってちょっと引いてます。あ、そうなんですね。自分のイメージでそれで引いて、あのもっと左出てくれって感じ。なるほど。今のスケアぐらい確かああやって当たりたいですけど、はいはい、僕の感覚としては、はい、なんか僕
僕はクローズスタンスの方が左に引っ張りやすい。そうなんですよ。藤田さん、あれ、スキュアにしたのかなって言いましたけど。もともとはそうなんですよ。クローズで引っ張るタイプなんですけど。そうですよね。はい、クローズで、やっぱこう乗っかっちゃってる時もあるんで。あ、そうするとこう下から行きますもんね。そうですね。なるほど。でも、どっちもどっちじゃないですか。はい、はい。なんで、その時の当て感ですね。当て感をちょっとこう、探ってるっていう。なるほど。これも一歩間違えたらね、出す一歩になっちゃう。はい、はい。難しいです。もう行ったり来たりしてる感じですね。そうです。行ったり来たりと、あと、そこをちょっと探ってますね。具合を。ありがとうございます。すいません。応援中に。非常に参考になりました。はい。小松オープンはですね、今週土曜日にですね、テレビ中継がございますので、その模様もですね、ぜひ皆さんテレビで楽しみにいただければと思います。めざし TV もですね、ちょっとでも多くの方に見ていただけるように頑張りたいと思いますので、小松オープン、ぜひ注目してご覧いただければと思います。